難読漢字、意外と読めない漢字問題が全部で24問あります。では始めましょう。第1問、この漢字何と読む？正解は黄昏。薄暗くなった夕方、夕暮れのことです。第2問、この漢字何と読む？正解は直来。神道の儀式の一種で、神事の最後に供物やお酒を飲食することです。第3問、この漢字何と読む？正解は遂行。任務や仕事をやり遂げることです。第4問、この漢字何と読む？正解はそうめん。小麦粉をこね、細く引き伸ばして乾かした食品です。第5問、これ何て読むでしょう？正解は侮る。相手を軽く見てバカにすることです。第6問、この漢字何と読むでしょう？正解は判例。書物の巻頭にあって、その編述の方針や使用法などを述べたものです。第7問、これ何と読みますか？正解は司る。職務、任務として取り扱うことです。第8問、これ何と読むでしょう？正解はみじん。非常に細かい塵のことです。第9問、この漢字何と読むでしょう？正解は当たう。十分に、念入りに、よくという意味です。第10問、これ何と読む？正解は貯める。狙いをつける、またじっと見るということです。第11問、この漢字何と読むでしょう？正解は災難。苦しめ、悩まし、いじめるということです。第12問、この漢字何と読むでしょう？正解は下げすむ。侮り、軽んずる、見下げるということです。
第13問。これ何と読むでしょう。正解は憎む。良くないこと、本来あってはいけないこととして許しがたく思って嫌うことです。第14問。この漢字何と読む？正解は夢。決して断じてということです。第15問。この漢字何と読むでしょう。正解はすさむ。やけを起こして荒れることです。第16問。これ何と読むでしょう。正解はあさる。餌を探して歩くということです。第17問。この漢字何と読む？正解はマカール。命じられて都から地方へ行くことです。第18問。これ何と読むでしょう。正解はいささか。数量程度の少ないさか、ほんの少しということです。第19問。この漢字何と読むでしょう。正解は罵る。悪口を言い立てることです。第20問。この漢字何と読みますか。正解は痛む。人の死を悲しみ嘆くことです。第21問。この漢字何と読む。正解はつとに。ずっと以前から早くからという意味です。第22問。この漢字何と読むでしょう。正解は逆さま。順序、位置、関係などが互いに入れ替わっていることです。第23問。これ何と読むでしょう。正解は辰巳。駅の八家の一のことです。第24問、最後の問題です。この漢字何と読む。正解は助ける。かばう、特に神や仏が救い助けることです。